皆さんこんにちは。2021ミス酒京都代表の森上愛子です。今回の動画では振袖美人になれる所作講座ということで、振袖を着た時に美しくお上品に見える基本の所作のコツをお伝えしたいと思います。振袖を着ている時はふとした日常的な所作がとても大切です。所作に気をつけていれば美しく品よく見えるだけではなくて、お着物の着崩れを防ぐこともできるんです。美しい振袖をより美しく優雅に見せる振る舞いとはどのようなものなのか、一緒に学んでいきましょう。まずは基本的な歩き方です。まずしっかりと背筋を伸ばして、洋服の時よりも少し内股気味に歩幅を小さくして歩くのがポイントです。このように大きな歩幅で歩いたりバタバタと走り回ることは避けましょう。次に地面に物を落としてしまった時の美しい拾い方についてです。まず慌てずに右の袖を右腕にパタンとこのようにかけます。そして左の袖も同じように右の腕にまとめつつ、その右手で上前を、着物の一番上の生地を少しつまむようにして引き上げます。そしてそのまま斜めに腰を落とすようにそーっとかがみます。このように袖がべったりと地面についてしまい、袖を汚してしまわないように注意しましょう。次は手の上げ方です。お食事の際に乾杯をしたりタクシーを止めたり手を上げることってありますよね。そのような時にも少し注意が必要です。まずは脇をしっかり締めます。指をきちんと揃えて手を上げたら、反対側の手で袖のたもとを少しこのように押さえます。袖口が下がってしまい腕が見えてしまうと美しくなく、着崩れの原因にもなるんです。手を上げる際には必ず袖のたもとを押さえるということを意識しましょう。次は座り方についてです。振袖を着ていると、この長い袖どうするのと思いますよね。そんな時はこの袖を前に持ってきてパタパタっとこのように重ねます。そしてその重ねた袖を両手でこのように持ちます。そのまま腰掛けて重ねた袖を内側に折り込むようにして膝の上にそっと乗せます。このような形ですね。このようにすれば長い袖が地面について袖が汚れてしまうのを防ぐことができます。とっても安心ですよね。そして後ろには帯があります。その帯の形を崩してしまわないように、背もたれにはもたれないように浅く腰掛けることもポイントです。また椅子ではなくお座敷に座るときには両足が開いてしまわないように正座をしましょう。立ち上がるときはつま先を揃えて裾を踏まないように立ち上がることがポイントです。次に階段の上り下りの仕方です。階段を上り下りするときは袖と裾が地面に触れないように、まずは袖を前で重ねます。そして右手でまとめて持ちます。そして反対側の手で上前、着物の一番上の生地を少し上に引き上げます。
このようにして上り下りすることで、袖も裾も地面に触れずにスムーズに上り下りすることができます。階段は一歩一歩ゆっくり上り下りしましょう。いかがでしたでしょうか。着るのがめんどくさいとか、汚したらどうしようという声をよく聞くのですが、この動画を見て日本の伝統文化である着物、少しでも着てみたいなと思っていただけましたらとっても嬉しいです。ぜひ着物を着て美しい所作で振袖美人になってみてください。私たちミス酒は日本酒をはじめ日本文化の魅力を国内外に発信するアンバサダーです。私たちの活動を応援してくださる方はミス酒チャンネルのチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。